どうもこんにちは、世界的 VIP ゲンエです。さあ今回もねガラケーの検証になるんですけども、まあ以前ね紹介しましたモバイルハイビジョンカムの手ブレ補正の撮影ねテストをしていきたいなという感じで思います。一応ですねこのガラケーもですね手ブレ補正機能っていうのがついてあります。まあでもしかしそんなに期待はしてないんですけども、まあせっかくある機能なんでね、これありとなしだとどういう風に違いが出るのかと、まあガラケーなんでね多分結構揺れるんじゃないかなと思ってます。まあガラケーで言いましたらね、そういう風に撮影しようっていう人なんてまあ少ないかなという感じ、いないかもしれないですね、いないかもしれないと思いますけども、僕ちょっとそれね今面白いっていう風にやってるんで、まあ何か他の参考にならないかもしれないですけど、まあ誰か見た時にあ懐かしいなと、こういうのあるんだと思っていただければなという感じで撮影していきたいなと思います。ということでね早速検証していきたいなと思います。はい、今ね撮影した動画をガラケーのディスプレイでちょっと見てみました。ガラケーのディスプレイなんであんまりちょっとよくわかんなかったんですけど、なんかあんまり違いがって感じでしたね。まあでも横揺れにはちょっとマシになってるかなっていう印象。縦はねどうだろう、ちょっと比べて画面2つに出して比べてみないとわかんないんですけど、ちょっとだけマシになってるかなっていう個人的な印象ですね今のところ。まあちょっと家帰ってね、確認してみたいなと思うんですけど、結果としては少しだけ良くなると、いうことでございます。はい、まあねガラケーで撮影しようなんていう人はねいないと思いますけどもね、誰かのそこのあなた参考になれば幸いです。お疲れ様でした。